アタ山から見た、アタ大橋8月アタ大橋と仙台市中心部7月、アタ大橋は、宮城県仙台市の広瀬川に架かる橋で、青葉区土戸井と大白区越路とを結ぶ。アタゴ上杉通りを通しており、東京南詰めが、アタゴ上杉通と、広瀬河畔通りとの境目となっている。両側に歩道があり、六車線の道路を通す。かつて、 広瀬川左岸の河原町と右岸の旧長町塾とをつなぐ広瀬橋は旧欧州街道で国道4号や仙台市電を通していた。広瀬橋の上流には大都市寺山南東録とをつなぐ宮沢橋があり、さらに上流にはあたご神社の表参道口があるあたご山東録の越路とをつなぐあたご橋が架けられていた。あたご橋は左岸では 姉は横こという細い道に通じるものだった。自動車交通の妨げになるとして、仙台市電は1976年3月31日に廃止となるが、市電廃止で道路に余裕ができても、広瀬川を渡過する自動車交通需要を上記三強では満たせなかった。そのため、あたご橋の上流において、鋼桁橋と PCT 桁橋を組み合わせ、 長さ228.0メートル、幅26.0メートルでアタゴ大橋は建設され、1975年に完成した。北詰めでは廃止予定の仙台市電、長町線が通る清水工事南端と接続し、南詰めではアタゴ山の東端を削り取り、広瀬下半通を新設して接続した。東橋は市の南西部である八木山や、 南部の長町をはじめとする地区と仙台市都心部を結ぶ主要なルート上にある。そのため、朝夕を中心に交通渋滞が頻繁に発生する。6車線の道路を時間帯によって2車線、4車線、または3車線、3車線に変更して調整していたが、時代の流れによる交通変化に伴い2016年3月21日をもって、 24時間上下線片側3車線通行に固定され廃止された。なお東橋から河原町方向へは終日右折禁止である。ありがとうございます。